やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジアジョギニハマです。現在3月24日金曜日の午後4時50分51分になろうとしますね。はい、今日は起きてからですね、昨日のアメトーク3時間スペシャル録画したやつを見ながら、ちょっと3日後に迫ったテレビの収録に向けてね、練習してました。ちょっとだけ右足負傷しましたけどもね、まあまあその状態でうるせえってな最終回見終えて、さあここから過去作続きです。トラブルダークネスセカンド3話ですね、D アニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また広告入ってきますんで、できれば2週目に、僕のリアクションを確認していただければと思います。お願いします。いきます。3、2、1、スタート。そう、このティントントトンってやつ入ってくるからね。あ、タイマーちょっと遅いかもしれない。13、14、15、16、17。ああ、だいだい大手か。さあ、7とメアがね。え、あれからどうなったのね、2話の最後から。ケーキ持ってったやろ。ああ、ここにつながるのか。ねえ、ナナがもう可愛いよ、これが。やのにね。そう、ここで終わったからね。今回ほんでサムネイルがめっちゃくちゃ気になる。もうちょいこうか。うん、今回なんかサムネイルが7が泣いてたかな。うん、まあ果たしてマスターネメシスの狙いがわからへんね。確か2週間以上連絡がなかったって言ったかな。ほんであの3人が襲ってきたけども、あのお前の居場所を教えてくれたのはネメシスだとか言ってたもんね。確かあ、ペケか。なんかあのクマのここが顔に見えた。顔の一部にアフターストームカムズチェイン友達。あれ3人逃げたな。あ、そうやな、そうやな、知らんかったもんね、ナナは。バレてもうたな。ああ、ケーキが。せっかく買ってきたのに。
あのこと。おお、なんでやねん。ララやな、これは。尻尾どうなってんねん。白くてわからんな。なんでこうなんねん。あ、ここは提供。靴。これは何？どこ行くの？これ。デビル癖？デビル癖かな、これは。ドラスケ。ペットかな。電脳サファリ。あ、こっから呼び出してんねや。ああ、なんとかつかんけ。何つかんかじゃけられ。あ、ここやな、サムネイル。
あ、言うてた言うてた。どういうこと言わないか。抱っこ。これはトラブルにしか出されへん演出やな。ちょっとお前泣けるんちゃうかな。あ、ミカドか。あ、ティアイここに住んでるのかい。あの3人か。あ、これは。マリモッタっていうんやこれ。
離島。あれか、サイコダイブしたんや。いやー、よかったよかった。あれ？やめちゃんか。あ、1話やったかな。ん？ 1 話ちゃうわ。いやー、よかった。一件落着やな。あ、マサや。
ついにマスターネメシスが桃おるんちゃうか。絶対桃おるやろ。超絶とばっちりやぞ。いやー、よかった。もう累戦行きかけたね、今回は。うん、ちょっとマスターネメシスが何考えてるのかようわからへんな。須崎彩さんどこにいた？ちゃんとキャストの名前がネメシスに変わってたな。前から変わったっけ？お、なんこれ新キャラ？いやいや、もうまた祭りの始まり。あー、いいな、この提供。この提供やばいな。いや、この提供やばい。よかった。すいません、シンプルですけども神回でした。やっぱちょっとおっさんはこういうのに弱い。まあまあ、ついにね、その、まあ、ナナが、メアがトランス兵器っていうことを知ってしまった。友達ごっこや言われて、まあそれはショックやわな。なんかああいうのあかんねん。なんかせっかくケーキ買ってったとかっていうのがこうショックでポトンと落とすのがもうあかんのですわ。これこいつのために何かをでショック受けて台無しがもう弱いんです。まあ、せやけどね、リトがまあええこと言うたね。その2話か操られた時に、言うとったね。なんかその、なんか心がどうのこうのでまるで迷子のようなみたいな感覚やっていうの言うてたね。まあせやから、もう一回話し合ってほんまの友達になったらええやないかと。まあまあええこと言うた。ただナナがあの腕のぬくもりをちょっとねえ、そっちの方に捉えていくとは思わんかったね。まあ、ほんで、まあ、その直後に、まあ、風呂で桃とのああいうちょっとエッチーなシーン、これトラブルならではの演出やったかなと。ねえ、もう人間とか兵器とか関係ないねんと。もうあれでちょっと7のハグでもうちょっと生きかけたね。
あの3人悪いことしようもんさつはもうヤミちゃんがボコボコしてくれたみたいしね。いやー、とりあえず一件落着してよかった。まあただマスターネメシスといったら、ね、何を狙ってんのかよね。うん、まあその なんつったっけ、目を通して、その闇が、その人間との触れ合いがどうのこうのっていうのが分かったのはなんか収穫だみたいなこと言ってたけど、でついに、人間の前に姿をって言ったから、もしかしてあれか、次回予告の黒髪ってネメシスか、あれ言っちゃうかな。でもネメシス、ね、あれがネメシスかな。新キャラなわけないか、ここに来て。うん、まあとりあえずネメシスの狙いが何なのかがね、ちょっと気になる、ちょっととかだいぶ気になるとこかな。はい、以上トラブルダークネスセカンド3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは、僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけれども、現在コロナの影響で約3年1ヶ月仕事がまともにございません。貯金でなんとかやってます。3月3日までね、48連休を経験してます。はい、さらに10月以降はね、インボイス制度というもので、収入、有無に関わらず1割国に納めないといけませんので、まあ正直もう生活できていける気は全くしません。まあそんな中でね、アニメのリアクションをスタートしまして、去年の4月25日ですね、あまりにも再生がされず、そしてチャンネル登録も伸びずということで、メンタル粉々になりましてね、やめますという宣言出したものの、そこからも1日も休むことなく今日まで続けて1093日目です。ただし一昨年の8月18日から2020年の4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられております。まあそんな悲劇を乗り越えてやってるんですけども、13年以上使っているこのパフォーマーとしてスタートしたチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったので、去年の9月14日に新たに本職のパフォーマーチャンネル作ってますんで、ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿します。 URL を説明文に載っけてますんで、ぜひですね、1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。はい、で過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジアイドゲニハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。